これもバイタいないじゃん。これじゃ困っちゃうんだよ。あ、いいね。あー、すっきりしてていい。これでやろうか。これでやろう。なんか研究で進化度が増加するんだっていう話が、未確認情報があったので、それを検証するためにちょっといろいろやっていきますんで、設定いろいろいじってやりやすいようにするのね。で、資源とか資源量とかサイズとか、実サイズもちょっと大きくできるか。あ、いいね。ここら辺もうサンドボックス的なことなので、全然本編じゃないのでやりやすいように変えちゃいますね。うん。で、コードの設定はよくわからんから、ああ、なるほどね。こんなんあんだ。研究難易度ノーマル。ここら辺をいじっちゃうとずっとよくわかんなくなるから、これはいじらないようにしようか。レシピの、ノー、レシピ？え、高コストとかあるんだ。ああ、数が増えるとか。まあ、これはいい。で、敵が、巣を作りにくくしました。巣のね、巣の集団。巣を作る集団が出る時間とか、長くしたりとか、出たとしても、一匹しか出ないみたいな。で、展開距離っていう、遠くにね、作ろうとするような感じにしたから、近くでポコ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 作るっていう現象がこれでなくなるようにして、で、ここにあるんだよ。3要素が。この経過時間による進化と、巣の破壊による進化と、汚染発生の進化っていう3要素ここにあるから、この3要素だけだと俺は思ってるんだけど、まあ、実験しましょうか。あと実験兼ねて、いつもせせこましくやってるんだけど、じゃあせせこましくやらなくていいんだったら、どのぐらいやるかっていう遊びも兼ねてやっていきます。大規模工場を作れないんじゃなくて、作ってないんだよっていうのを示したい。で、これはだから進化はこの3要素は完全に切っちゃうとね、いやいやいや、ここで切ったから研究で進化しなかったんだってなっちゃうから、だからここの3要素をゼロにしてるっていう状態ね。だから進化にはチェック入れてんだけど、この3要素はゼロにしてますと。これでいいでしょね。じゃあ、遊んでこう。でさ、ゲームスピードをさ、変えたいのよ。チートコマンドっていうのがあるから、はい、読めない。チートコマンドっていうのがあるから、それを使って、ね、もう進化、バイタンは進化しないから、どうやってやんの？なんか、あ、できてる、できてる。早くなった、早くなった。ああ、できた、できた。これだ。じゃあ、3倍速。やりづれー、3倍速。で、やってこうかな。じゃあ。っていうかさ、まだちょっとずつやろうとしてんだよね。バンバンやっちゃっていいのに。だからいつも起きたくなる数の倍置こう。だから2個で済まそうとしてるから、その倍置こう。なんで倍なんだ。うわ、
なんかゲームスピードが速いといろいろ雑になる。じゃあゆっくりならちゃんとやってたのか。ここに木が2本あるぞ。あ、行き過ぎてた。違う、ちょっで電柱あ、これじゃダメじゃん。電柱が立てらんねえじゃん。こんなくっつけたことねえからそんなこともわかんないっていう。この量を立てたことがないからわからん。どこにいんの俺。鉄鉱石流れてきちゃったよ、とうとう。ってことはあっちで鉄が満杯になってことだな。なんか石炭乗ってる。さあ、いつもの引っ張ってきたけれどもだよ。じゃあ研究を始められるので始めるんです。で、現在の進化度エボリューションこれですね。0.0000。一応バイターを見に行こうか。同じことが書いてあるんだけど、別にコマンドで出さなくても。ここにいらっしゃる。ここら辺にいるんじゃなかったっけ。これ襲われたら、あ、いた、死ぬんだけど。現在の進化度 0.00。 まああれよりも詳しくないけど、まあ書いてあるね。もう一回出そうか。エボリューション、はい。時間経過 0%、 環境汚染 0%、 巣の破壊 0%、 3要素 0% だね。で、話では研究で進化度進むんですよっていう話だったから、それを検証していこうか。じゃあ研究を開始します。ここに流していこう。ずいずいずい流してたってダメだね。はい、じゃあ研究を開始します。スタート開始。はい、自動化技術が終わりました。じゃあ進化度見てみようか。違う、これだ。うん、進化度 0.00000。 まあ答えはもうやる前から出てたけどね。まあ一応じゃあ物流サイエンスパックまで続けようか。あの、俺がこれ楽しいからってことなんだけど。何、ゲームスピード変えるか。30で超速くなかった今。
怖え。どうやって止めんの。うわあ、早い。ちょっと待って待って待って、早いよ、早すぎるよ。ああ。はい、戻した戻した。これで赤、自動化サイエンスパックの研究は全部終わりました。じゃあ確認してみよっか。進化度エボリューション、はい、0ですね。 0.0000 時間経過、環境センスの破壊、まあまあ念のためバイターも見てくるよ。バイターの様子も変わってないっていうのを確認しに行くよ。変わりないね、現在の進化度 0.00。15秒のやつじゃないと減らないか。15秒のやつやると一気にグワッと減ってたのか。うんうん。でこれで最後再開。終わった。ゲームスピードちょっと1に戻そう。はい、戻ってきた。あー、ちょっとなんか遅い。はい、サイエンスパック、自動化と、あと忘れちゃうね、名前。赤とか緑とか一緒かね。物流か、自動化と物流サイエンスパックが研究終わったところです。まあ、確認するまでもないんだけど、エボリューション。はい、進化度は変わりなかったです。ということで、研究で進化度が上がるっていうことはなかった。ただね、この、確認できないところで上がってんだよとか、あとは、その、時間経過のうちに含まれて、だから今時間経過をの進化度増加を切ってるからこれは進んでないんだよとかって言われちゃうと、ちょっとそれは検証のしようが確かにない。だけど、でも、その、俺よりも研究が進んでないのに、俺よりもバイターが強くなってるっていう動画を見るので、あんまり要は研究での進化度を気にする必要はないことには変わらないのかなと思ってます。うん、研究したからってバイターが進化するっていうことはないか、気にすることはないかで、あることは間違いないと思うので、はい、まあ3要素、もう最初からゲームの設定でもいじれるこの3要素しか、バイターの進化度の変化に関わる要素はないと言えるという思います。ということで今回の検証以上です。また機会があれば、じゃあ本編の方でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。